はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイク EIS さんですね。はい、本日発売のパニーニのレガシーですね。はい、2023、まあスコアのが先かなと思ったらこっちだったんですね。よいしょ。じゃあ一つ開封して今日ね発送します。12パックでしたっけっていう、はい、なんかもっといっぱい入ってたよね。こんなものだっけ。はい、まあ箱の桁はこうですけどね。で、各パックに8枚入り。で、ツオートグラフですね。まあ、序盤にしてはというところ。まあ、去年もスコアとかかなり、出が良かったと思います。ああ、もうね、ルーキーは、あ、かっこいいね。背景、ね、トリミングしてあるんだ。ルーキーは大学のユニなんだね。はい。これはシリアルがたまたま入ってるっていうだけか。まだチーム名とかね、分かってない状態なのかな。はい。これが299のパラレル。で、インサートですね。この辺はもうね、おなじみですね。結構インサートも、レジェンドがいっぱい入ってんな。ね。ジム・ケリーさん。ビルズ行ってほしいですけどね、スーパーボール。で、ルーキーが2枚入ってる。インサートが3、ベースが2枚、パラレル1、ベースが2枚。あー、12パックしかないから24枚しかベテランベースでないのね。え、なんかパラレル、はい、バークリーですね。あー、これもなんかかっこいいですね。あ、めくるやつか。あ、あるんだ。おー。これ何シリ ?65。はい。バークリー。あー、めくるやつだ。まあ、これはね、お客様の方でペリペリしていただくと。はい。一応、まあ、クローム系というか、オプティクローム系のカードもある。まあ、インサートなのかな。で、インサート2枚。で、ルーキー2枚なんだな。なるほど。で、さっきのシリアルルーキーはたまたまパラレルのところというやつですね。で、めくるカードが1枚出たと。インサートさん、あ、ミニだ。あ、そうだそうだ、ミニだ。ルーキーっすね。ウィックス。5。5シリが出ました。はい、これはインサートですね。うん、これね、チームロゴ間に合ってるんですね。間に合ってるものと間に合ってないものなのかな。で、レジェンド2枚で、ルーキー2枚ですね、うん、はい。背景今までありましたよね。まあ、ちょっとなんかもやっとした感じですけど、もう完全にこれはデザイン、バックグラウンドをデザイン入れているんで、ありですね。まあ、そういう意味だと。はい。ミルズか。ミルズ。今年が正念場ですね。ロンドンの299ですね。インサートですね。DK。ロニー・ロットさん。うん。いやー、すごかったですね。ロリー・ロットさん。ロッドオットさん、ね、その時代でしたけど。で、ディオン・サンダース、ね、はい、クロームで光ってます。レギュラーが3枚、パラレルがあると2か、そういう感じですね。で、ナイナースのニック・ボサ来ました。シルバーですね。さっきのインサート、まあ、ルーキーとベテランがいるんですね。で、レジェンド2枚。で、ルーキー2枚。うん、今年も、ルーキーのレベルはかなり高いんじゃないかな。ちょっとレイブンスは、毎年ね、レシーバー取るんですけど、今年の
ルキのレシーバーかなりいいんじゃないかな、ね、はい、タイリーク50、やっぱなんか生産数落としてるんですかね、パニーさんは。うん、ギブスか、はい、まだサインが出ませんね。シリアル的にはもう5シリとね、50のミニが出てるんで、あと299が2枚と、これもルーキーのパラレルの199ですね。はい、うん、もうちょっとなんかね、ホイールのこれ製造のあれなんですよね、裏綺麗ですもんね。ホイール貼り付ける時のこう作業の方が、作業員の方がこうね、ちょっとしくじると、まあかなりこうペランペランで、それは貼り合わせるから難しいんでしょうけど、もう一枚出ましたね、これね、ワシントン。ああ、こういう感じですね。ネイマスさんがいましたね。お、リービスか。はい、いや、出しちゃいます。あと4パック。で、まだサインが出てないんですけど、ちょ、めくるカードのインサートが1枚出てて、これでも、下ね、こう白くなってるから、サインの場所として、あ、これか。はい、お、ワシントンだ。25シリー。おー、いいっすね。ダーネル・ワシントン。ねえ、イエローのクラックルかな。はい。これケースは24箱入ってるんですけど、結構、どうなんですかね。削ってるっぽいかな。まあ、増やしてはいないと思うんですよね。パチェコ100シリだ。シリアルもこうね、出ますんでね。マニング、マニングさんがなんか見直されてるっていう、まあカードの方も、まあ、あれだけの2つ持ってですもんね。はい、これは2人いますね。ジェネレーションズ、トムリンソンと、トムリンソン偉大です。で、モンタナさんもいました。バーリーさんもいます。お、 CJ 来ました。お、キュービー2人ですね、ホールとストラウド、うん、で最後、じゃあこれがもう1枚サインですよね。これだ、ひっくり返ってる。はい、ベンコーツベンコーツの音。おお、これもクラックになってんの？こういうものなの？いや、クラックだな。シリアルないの？おお、ベンコーツか。いやー、めっちゃすごかったですよね、ベンコーツさん。いい選手でしたね。いやー、ベンコーツの音自体が、何ぶりぐらい？ホーンカードぶりぐらいスカイボックスとかあったかな。いや、ほんとクラシックのホーンカードのサインぶりぐらい、それかクラシックのね、プロセットか、プロラインかへえ。まあ店長が実際見たのですから、普通に入ってたんだと思いますけど、ここ最近も。いやー、ベンコーツ来たわ。ちょっとこれはね、うん、まあお元気ということが、はい、ここで分かりました。店長も嬉しいです。もう90年代ね、カーティス・マーチンルーキーの時とか、あの辺の時の選手ですから。まあでも店長と同年ぐらいだな、ちょっと上ぐらいか。ちょっと上ぐらいですね。でも2、3歳とか、そういうレベルだと思いますけど、ね、まあとりあえず、ちょっと、サインだけ入れておきますね。ルーキーオートのね、クラックと、
レジェンドオートのクラックが来ました。いや、ベンコーツさんはちょっといいなぁ。これいいっすね。おぉ、かっこいいっすね。いやー、ベンコーツさんすごいっすね。うん。で、この後に、まあ、トニコンさんとか、ね、96年、7年ぐらいから、こう、タイトエンド、ね、また見直されていくっていう。レシービングもできますよ。ね、シャノンシャープとかね。はい、じゃあ、こちらで今日ね、発送いたします。また、ぜひ、チャレンジしてください。アメリカだとね、これすごい、レガシー評価されてて、はい。店長はかなり激安ですけど。まあ日本ですからね。はい。すごい評価されてますね。これ。レガシー。うん。普通に多分200ドルぐらいしてるんじゃないですか。180とかアメリカだとね。140円かけて消費税が普通は2万3000、4000とかでね、売るのが普通だと思いますけど。はい。またぜひね、チャレンジしてください。すぐなくなっちゃうと思いますね。これ多分。まあ1ケース24箱なんで、まあ、そこそこはあるんですけど。はい、ありがとうございました。